ヒカルちゃんとガードして、ガードしながら。ヒカル横回れ。ヒカルフックでカウンター打て。そう。まあ、あとフックだけ気につけとけよ。ほら、まあ、あと右のガード、フックやんない。フックだけ気につけとけ、まあ、あと。ジャブ対処。フック危ないで、マート。もっともっと気ぃつける。そんなたくさん当てんでええから、フックもらわんことないでやで、マート。そこでフック気ぃつけながらで、攻めるとき。右の肩上げてくよ。次はフック。ヒカルフックもっと打て。ヒカルジャブだ、そこジャブだ、そこヒカル、早いジャブ。ヒカル、その距離のフック当たらへんわ。その距離ジャブ、ジャブ。まず、あったかんべ。まず、左中心、左中心、右側投げながら左中心。左アッパーも練習する、左アッパーな。外フック行ってからアッパー。あやせくん、ナイスボディ。背中をフック常に見とくよ。ラスト30。まず左ボディちょっと少ないぞ。落ちて落ちて、まず落ちて。あ、右側だからかぶせる。ヒカルフックフック。左ボディまた今入る。あれの疲れ、まず。そんな右当たらんて、まっすぐ危ないの。ここはもうちょっと当たけとかなあかん。左今の右の打ち方、そう、基本まっすぐまっすぐ。左の側を上げて上げて上げて、左の側を上げて止めてからカウンター。とは下がる相手は追っていかな。とはもっと手数出せる、手数出せる。とはアイストップ。ちょっとトア頑張ってみよう。ヒカル一遍どっちでやれ。はい、行け。うわ、ダメだけだよ。トア止める、止めるだけだから、止めるだけだから。トアトア、くっつくか、横動くか。ナイスよ。トア見てるから、見てるからや。攻めたらヒカルできへんって。トア先手行け、先手大丈夫。ガードする前先行け。トア左のガード上げて、右中心に、右中心で攻めろ。トア出せ。そう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 、はい、下下下下
下から下から光る何してんねんお前ドアジャブドアジャブドア相手のガード下がったこのパンチ打て右下がったらジャブやし左下がったら右ストレートやしあいつの構えたアッパー打てアッパードア右サイドバッドア絶対入れないように前めっちゃ入られたよなドアドア体ごとったら右入られるで軸作って頭残して手ビュン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 遠くに打つそうまず相手いかんでええぞほらは練習ほらは練習まずそうそう入れるって確信があった時だけ行けまず危なかったらいかんでええよあいつは出しとく出しとく出しとく練習出しとくこの距離でフックなんかいらんわナイスここにはあ、うかれとは入られる時でこういう時が感情遅い時やからな惜しいまずまず右のクロスにもっと左足踏み込んでいけお前っす